はい、どうも皆さんこんばんは、アワターズです。アワターズタコストラジオももう3回目ということになりまして、まあだんだんとねコメントなんかも増えてきて、もっとねいろんなこと話してくださいとか、こんなこと知りたいとか、どんどんコメントをしてくれる方が増えましてありがたいと思っております。嘘です、コメントは一切ありません。もうちょっとコメントくれてもいいねんけどな、とか思いながら、まあでもねラジオをやっていきたいという気持ちのもと、こうやってラジオ収録をしていますので、ぜひぜひ高評価コメントよろしくお願いいたします。今日はなんか話したいことあるなと思って、今日はこれ話したいっていうことが一つありまして、仕事でもね言うことがあるんですけど、京極夏彦さんっていう方の本があって、それは地獄の楽しみ方という本なんですけど、京極夏彦さんの講演会を、まあ、本にした形のもので、そこに書いてある一つに、こんなん社会に出たら使わへんやんとか、こんなん将来役立たへんやんとか、なんか子供はよく言うけど、そんなことはなくて、もし学校で学んでることとかが社会に役に立たへん、社会では使わへん、将来使わへんのであれば、もう何十年も同じようなこと、算数とか国語とか教えないと、教え続けないと。ただ社会に役に立たない、社会将来に役に立たないんじゃなくて、将来に役に立たすことができるとか、学んだことを使って何かができるとか、そういう役に立つためのとか、そういう力が足りなくなっているんじゃないかと。まあこれはハンドボールにも同じことが言えるなと、ハンドボールだけじゃなくてどのスポーツでも同じことが言えるなと思っていて、例えばシュート練習、まず基本はハンドボールだったら遠目の上狙うんだよ。じゃあ遠目の上しか狙わない、試合ではシュートをバチバチ止められる。確かにそうだね、遠目の上に綺麗に打つだけでは止められんねん。だって相手のキーパーも基礎として遠目の上を狙ってくるという基本コースを分かっているから、まあそこばっかり狙う人がおったら止めやすいですよね。と同じように、遠目の上を基本としてキーパーを動かした、そっちにこうフェイントというか動かした反対に打つとか、そこに、遠目の上っていうのはまあ自分からしたら一番遠いとこなので、そこに打ち込める力あれば他のところにも打ち込めるよねだとか、そういうなんていうかな、表面的なことしか、学ばない子供たちが少しずつ増えてきたかなと思います。そんな感じでいくと、ハンドボールなんかすごい難しくて、例えば野球やったら打ったら一塁に走る、これは全員そうなんですよ。どんな強いバッターでも、どんなしょぼいバッターでも、どんな人でも、外国人助っ人でも、打ったら一塁に走るんですよ。しかもルールなんで、俺の場合は二塁だから二塁に走るぜみたいなやつとか、打ったら三塁に走ってやるとか、ちょっと今回工夫して三塁に行くと見せかけて一塁に行こうかなとか、そういうことはないんですね。単純明快、わかりやすいですね。打ったら絶対一塁なんですよ。で、一塁踏むんですよ。で、絶対二塁なんですよ、次は。もうそういうルールなんで。でも、ハンドボールの場合は、じゃあどうかって言ったら、ボールを持ったら、ジャンプストップでゼロ歩を踏む。まあ確かにこれは基礎ですよね。でも、どの選手もその基礎を勉強して、もらったらストップでゼロ歩、もらったら両足でゼロ歩っていうのをしていたら、試合としてはグダグダですよね。必ずしももらったら両足で着地をしてゼロ歩を踏むというルールがあるわけではないんですよ。もらいます、じゃあドリブルついてもいい、もらった後両足でついてゼロ歩でもいい、もちろん片足でついてゼロ歩でもいいんですよ。もらったらそのまま空中でパスしたっていい、極論言えばもらったら空中でシュートしてもいい、作戦によったらパスをもらわなくたっていい時だってあるっていう風に、ハンドボールとか、まあもちろんサッカー、バスケっていうような、コートプレイ、フィールドスポーツのスポーツではかなり学んだことを活かして今できる最善のプレーを見つけ出すという、そしてそれを判断し決断し行動に移すという力が必要なんですよ。だから掛け算を学んだときは掛け算のテストがあるから掛け算はできる。ただまとめテストになるとこの文章題が何算を表しているかわからない。結局割り算の問題を掛け算してしまうとか、足し算の問題を掛け算してしまうとか、
そんなことね、いるんですよ、絶対に。それは学んだことは、まあ、確かに A と言われりゃ A はできる。A、B と言われりゃ B はできる。ただ、A、B、C、D、E のどれかなんです、これは。じゃあ自分で選んで、A か B か C か D か E してくださいっていう時にできないんですよ。そこが、今の子供たちには、足りない力の一つなんかなって思います。まあ、もちろん僕とか、まあ、坊ちゃん、しゅうちゃんもそうですけど、けど子供の時にできとったかって言ったら、うん、必ずしもそうではない。うん。それは今の大人が子供の時にできてなかった人もたくさんいます。大人になるにつれてできるようになったこともたくさんあります。大人になるにつれてできるようになった人もたくさんいます。だからそんな大人が今子供たちに、今学んでいることは将来につながるんだよとか、きっと将来役に立つよとか、そういうことを話しますが、子供たちはグッて心に響かないですよね。まあそれはね、経験してないからなんですよ。でも大人は何を諦めたらいけないかっていうと、常に伝え続ける。1回じゃ伝わらんかったら10回言ったんや、10回じゃないと100回言うねん。もう永遠に伝えたいことっていうのはやっぱり伝わるまで言い続けないといけない。その伝え方も変えないといけないけれど、常にやっぱ大切なことっていうのは1回じゃ伝わらないんやから、10人おったら1回で10人伝わることはないんですよ。だからもう何回も何回も言い続ける。でも時には厳しく言ってもいいんですよ。さっきも言ったやんって。前も言ったやんって。受け止めろよ言葉を。で、強く言ってもいいかもしれん。でもとりあえずやっぱり子供たちの将来のために大人は、もう僕はハンドボール指導者ですけど、伝え続けないといけないかなと。で、決してジョセフではハンドボールプレイヤーを育てているわけではないので、ハンドボールにおいて大切なことも伝えますけど、ハンドボールを通して学んでほしい大切なこともやっぱ伝えていきたい。まあ実際ね、こんな綺麗事言ってますけど、そう簡単にはいかないんですよ。そう簡単にいかへんのは分かってます。日々僕の仕事もそうですし、ハンドボールの指導もそうですし、うまくいってないこともたくさんあります。だからうまくいってない失敗談なんかはね、また次動画でも話していきたいと思いますけど、でもやっぱり僕たちの大人が学ばせるんではなくて、子供たちが学べる環境をたくさん作る。そして学べる場を設定する。学べるチャンスを与える。学べるきっかけを与える。じゃあ子供たちはね、自然とね、学んでいくことって結構あるんですよ。その中で失敗したらこうだよってアドバイスをあげる。その失敗するということに対して子供たちがすごい抵抗があるんで、そこをしっかりとカバーしてあげながら、子供たちを育てていってあげるんではなく、子供たちが自ら育つような、場所、場面だとか、そしてそこをすかさず認めてあげられるような、指導者になりたいなと、思っています。まあ決して全部できているわけではないですが、その辺はできるように、毎日心がけてやってはいますので、そんな女性蓮池をこれからも応援していただけたらと思います。1日に1回この動画を聞いてもらって、なんか自分の心の支えになるようなラジオになっていけばいいなと思っていますので、どうぞジョセフチャンネル、そしてジョセフ蓮池、そして、アバターズの3人を、これからもどうぞよろしくお願いいたします。またね、こんなこと話してほしいなんてコメントがあったら、ぜひぜひお待ちしておりますので、どしどし、コメントよろしくお願いします。そして各種 SNS やってます。インスタグラム毎日のように、練習の風景だとか、更新してます。TikTok も更新していますので、その辺もフォローしてチェックしていただけたらと思います。それでは皆さん、高評価、コメントよろしくお願いします。さようなら。